山部町民総合体育館山部町は山形県の南東部にある人口約1万4000人の町。町域の北東部は山形盆地の南西にあたる平地であり、役場や駅施設など中心市街地がある。また、須川を境に県庁所在地の山形市に隣接する。中部から南部は大小の沼が点在する山間部であり、南端の白葉山周辺には、 県民の森やキャンプ場などの施設がある。東部の平地部には、鉄道や国道が走り、町役場や町の主要施設が集中する。中部には、町役場中支所や中公民館があり、山部町中心部とは、主要地方道で結ばれる。西南部には町役場作谷沢支所や作、谷沢公民館があり、山部町中心部とは、主要地方道で結ばれる。また、 地区名としては、中地区と、佐久、谷沢地区のほかに、平地部には、大地地区、相模地区、大見地区などがある。特に、大見地区では、山形市と隣接しているため、ニュータウンの開発が進んでいる。山辺高等学校午前山辺駅と、駅前風景町内をくまなく走るが特色として、畑屋農村婦人停留所から北垣停留所までの間の区間は、 比較的交通量が少ないため、フリーストップ区間として停留所によらず、乗り降りが可能となっている。運賃は一律100円。ありがとうございます。